そして今ね、調教場の北門から今ちょうどね中に入らせていただいて入っております。この先についてはね、個人では中は入れません。まあ、特段のご配慮いただきましてね、今回、こことね、上の方にあの見晴らし台というところがあるんですけども、そちらのね、入ることをね、ご配慮いただいたわけでございますね。で、今正面に見えるのが、先ほどの 1000m の、ね、ゴール地点です。あのずっと2階の方にこう窓があるところ、この辺にね、指導者の点が止められてね、指導してる姿なんかが見えるので、本当に録音してもいいようになっておりましてね、本当にね、こんなグラスの芝のコースっていうかね、馬場になっております。で、右側にこの見える白い建物、これはあの先ほど南門の方にもありましたけれども、馬の滞在施設ですね、こちらの方にも50頭ほど滞在できるような場所になっております。ちなみに馬がね、1頭1泊しましてね、1頭1500円だそうです。人が素泊まりで1300円って言いますからね、馬の方が高いですね。そんな料金設定になっているので、3段目に、ね、なってまいりたいと思います。正面ちょっと見ていただいていただきたいと思うんですが、右と左とあの色が違うかと思います。右手の黒い方がね、馬 の, あの通路になります。馬の通路ですね、特殊なラバーがね使われているそうで、もうなかなか民間ではねここまで、ね、お金をかけることができないんですけどね、なってたって儲かってるんですよね。もう馬にはもう至れり尽くせりでね、本当にあのすごいなと思います。見晴らし台ということをご案内させていただきます。もちろんここにはね、個人では入ってこれませんし、あの競馬関係者ぐらいしかね来ることがない場所なんですけれども、今日はね絶好のね見学日和だと思います。もう天候もいいですね、気温も暖かいですから気持ちいいですね。見晴らし台をご案内させていただきます。ですね、皆さんせっかくですからあの降りていただいて、あの先端までねご案内をさせていただきます。ここはね降りていただくことを了解いただいてますので、せっかくですから先端までねご案内させていただきます。日高育成牧場というとこいいね、ここ見晴らしがいいよ。とにもかくにまずあの競馬番組で見る方は、ね、グリーンチャンネルなんか出てくるんですね。この奥が日高山脈で、ずっとその木が生えてるあたりが日高ホルムになって川が流れてますからですね、これずっとね向こうの表面ですね。ちょっと今日はあのガス向こうの方ガスかかってますので見えませんけど、太平洋が見えます。太平洋が見えるところなんですね。それで私どもが出発したアイルなんですが、これ私の手のところには緑色のエレキ、ああはいはい、あそこからねちょっと来たところすぐあのここ JIA の敷地に入りましたって言ったんですけど、あそこからずーっとここね来ましてね、この山のふもとまで全部 JIA の敷地です。すげえな、さっき言いましたけどね、表札に聞かせていただければなと思います。ちょっと今乗ってきたバスです。はい、今日はね、絶好のね天候で、見晴らし台でね、綺麗なね今日空間皆さんに見ていただいてよかったと思います。さてこれからね、3段目の走路を通りながらアイルの方に戻ってまいりたいと思います。右手の方に走路が見えてまいりますけれども、これはね、天然の傾斜を利用したグラスドバの販路ということにたびたびこう顔を出します。本当にね、神山の方向が近いというとね、よくあの北狐、江戸鹿、それからね、野ウサギなんかもね、顔を出してくるわけです。あの先ほどね、走ってたあの 1200m の、砂の直線のところなんですけどね、あの辺りにも野ウサギが 2,3 匹親子で隠れてましてね、あの馬の前をね、ものすごいスクラブでね、野ウサギが走ってね、こう見たことがあります。今この左ずっとねこの場の走路ですね、200m の方にはやっぱりあの距離の目安としてね、ゴーマラっていうわけでありますね。まあ、そうですけども、これはね、ここで JRA がね、直接
毎年の1歳の杉で、ここ日高では50頭ほど、そして、宮崎県ではね、もう同じような頭数をね、1歳の杉をついて、こうね、一手間引きぐらいまでですね、ずっとこうね、ここで直接育成を行っているわけであります。育成した馬をね、どうするかと言いますとね、中山競馬場まで、馬を持ってきましてね、そこで馬主さんの前でタイムを測りながら、競り方式で販売する。JRA ブリーズアップセールと言いますけどもね、これもね、ほとんど毎年完売です。やっぱり JRA でね、こう、ある程度厳選した馬をね、高品質馬を、こう安く馬主さんにすれば購入できるということでね、そんなことで昔の抽選馬の名残なんですけれども、非常にね、そういうことで、そういうような JRA の状況が行われましてね、毎年完売という状況で、これがね、戦略決めだったら北海道で行けば函館競馬場、そして札幌競馬場とね、同じようなね、距離設定の広さになっているわけでありますね。ここもね、よく利用されるコースの一つなんですけども、馬運車でね、こう馬を連れてきて、ここで、右手の馬付き場でね、馬を下ろして、で、ここをちょっと上流するというふうなことで、馬のお祭りですね、中は馬フェスタという、ね、イベントが行われます。そのイベント会場がこの右手の敷地になりますね。で、左手の方ではですね、草競馬だとかね、少年団のポニーレースだとか、そのようなことがね、行われましてね、新車の盛り上がっている地域で、この先なんですが、JRA のね、研究施設等がある場所になります。元はですね、日本の馬も外国の馬とね、戦ってなかなか勝てない時がね、ございました、それで JRA ではですね、世界に追いつけ追い越せということでね、今日皆さんに見ていただいた調教、この立派な、ね、調教施設、あるいは血統改良、あるいはここではですね、高馬の段階からどうやったら強い馬好きができるかと、そんな、ね、研究が日々なされております。その研究成果をね、地元の生産牧場だとか育成牧場にね、こう伝授するような、そんな役割を担っているわけであります。それらのね、JRA のね、各館の取り組みが功を奏しましてね、今ではね、ドバイワールドカップだとかね、凱旋門賞だとか、日本の馬も世界に肩を並べるだけで本当に強くなってきているわけでありますね。人間の子みたいな人たちでね、例えば人間でいうトレッドベルみたいなね、そういう、走ればスピードだとか消費カロリーだとかね、そんな器具がたくさんある場所になりますね。そして、JRA 日高育成牧場が、事務所に左側にあるのが建物になります。今ではですね、この地帯では群馬、戦争で使う群馬をこう、ね、生産改良をさせていた地域であります。そういう時の、ね、名残として事務所の名残としてね、優勝の建物として残っているのであります。施設をこう皆さんに見ていただきましたけどね、もう競馬もね、まさしく5月ね、先週の天皇賞を皮切りに、今週は NHK マイルカップ、そして今度ね、今月の29日の日本ダービーとね、G1 競争クラシック予選がね、目白押しです。ね、皆さんも競馬場にもし行くことがありましたらね、人が歩いてるところを見ましたらね、そういえば北海道の日高のね、こういうところで調教施設で調教やってたなって思い浮かべていただければね、幸いかと思います。馬券は何本見てもね、やっぱり腕ですからね、それはまあ当たりませんから、私もね、もういよいよ来月6月ありますと、サマーシリーズがね、北海道に上がってきましてね、函館競馬場を皮切りに札幌までね、札幌競馬とこう流れてるわけですけども、コロナ禍前まではもう必ず私もね、年に1回は嫌がる神様をお供にね、競馬場までね、毎年1回必ず足を運んでいました。ところがね、最初はさっそうと乗り込むんですけどね、だん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 レースが進むことにね、やっぱり量が薄くなってくるしね、お金も当たらないし、会社に怒られるしね、もう帰りの車の中は最悪ですよね。
白いだったらうまいもん食えたのにって言われてね、まあ、それでもね、あのまた来年もね、競馬場に行きたいなっていうふうに思ってます、うん、なんたってね、逃げ足は馬より速いお金ってね、なるほど見事に持ってかれますねであの左側のね、ずっと奥に見える赤い屋根の建物、これがあの私どもの乗馬施設になります。ここにはあのね、馬娘で有名になったウィニングチケット、それから鈴鹿フェニックスっていう2頭の高路馬と、乗馬馬が掲揚されております。ここもね、自由に見学することが可能となっております。そして左側はね、これ、人工芝のサッカー場です、この辺はあの雪が北海道でも少ない地帯なもんですから、早くからね、こう少年団のサッカーのね、合宿なんかにも利用されております。夏休み期間中なんかはもう高校生、大学生がね、ずっとね、合宿で利用してもらっているところでございます。あの冬が温暖でね、夏場は比較的この辺はもう冷涼な地域でありますから、こんな気候背景からね、そんなことで利用されているわけであります。そして、左下に見えるパークゴルフ場、36ホールありましてね、町民の方はこちらで一切無料です、町民以外の方はプレー代、道具代込みでね、1回500円で利用する。安っ。もしが希望があればですね、フロントの方に申し出ていただければ利用するのが可能です。あ、それからさっき付け替えるの忘れましたけども、引き馬ですね、乗馬会に行って、あのもしね、体験乗馬として馬乗ってみたいなと思うんであれば、予約なしで1回500円でね、利用することが可能でございます。さて、私どものアイルに到着しましたけども、私どものアイルなんですが、平成10年に、町の第三セクターとしてね、建てられた建物でございます、今日皆さんに見ていただいたね、JRA みたいにはね、残念ながら儲かっておりませんけどね、いやいやいや、このコロナ禍、資金一度ね、なんとかね、頑張ろうということで頑張っているところでございます。またこのアイルという名前なんですが、またアイル、いつか会える、きっと会える、なるほど、まあ、そんな思いを込めてね、付けられた名前の一つだというふうに聞いております、どうかね、また皆さんとお会いできることを申し上げ、短い時間ではございましたけれども、本日これの挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。